皆さんこんにちは。 WBC WBO 王者井上尚弥選手が史上2人目となる2階級目のベルト統一に挑み、 WBA スーパー IBF 王者マーロン・タパレス選手との歴史的一戦を繰り広げました。そして井上尚弥選手が史上2人目となる2階級での主要4団体王座統一を果たしました。これでプロの戦績は26戦全勝で、自身が持つ日本男子の世界戦連勝記録を21に伸ばします。今回は試合の流れを詳しくご紹介していくとともに、井上選手の次戦の相手についてお伝えします。まずは簡単にタパレス選手についてご紹介します。スピードある攻撃と伸びのあるパンチ、手数の多いサウスポーはベイサンアントニオで11勝無敗で強打を誇っていた統一王者ムロジョンアフマダリエフを2対1の判定で下しました。私はアンダードックではないと宣言するように、戦前予想を覆す番狂わせを起こして対戦相手に悪夢を与えることからナイトメアの愛称がつきました。50試合以上のアマ戦績を経て16歳でプロ転向、08年にデビューし、主戦場はミニマム級ライトフライ級でした。10年4月同国フライ級王座を獲得、13年に WBO アジアパシフィックバンタム級王座を獲得し、ついに16年7月プンルアンソーシンユーを11回 KO で破り WBO 世界同級王座を獲得します。ところが17年4月大阪で大森翔平の挑戦を受ける際、前日軽量で体重超過し王座剥奪、試合は11回 TKO 勝ちしたものの同王座は空位となります。19年には米国で IBF 世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦で岩佐良介と対決も11回 TKO 負け、21年12月には勅使河原宏明との IBF 世界同級挑戦者決定戦で計3度のダウンを奪って2回 KO 勝ちするなど日本を熟知していました。勅使河原戦前の21年7月から練習拠点を米国に移し、以降はフィリピン在住の夫人子供ら家族と離れて暮らし、ボクシングに集中できる環境を整えます。岩佐戦敗退後、新トレーナーにエルネル・フォンタニーネ氏を迎えて新タッグを組み、クインシー・ハッチャーフィットネスコーチによる筋力とコンディショニングの練習もジムワークと並行して続けて進化を遂げてきます。タパレス選手は勝つためにやれることは何でもしてきた、勝つ自信は 2000% ある、井上よりも勝る部分、それは26日の試合を見ればわかる、と不敵な笑みを浮かべていました。そして12月26日ゴングが鳴ると、井上選手は鋭いジャブで間合いを測りつつボディを打ち込んでいきます。サウスポーのタパレス選手も様子を伺いながらの展開で、最初の3分間が経過、第2ラウンドも引き気味のタパレスを井上選手が徐々に大きなパンチを交えながら攻め込んでいきます。第3ラウンドはギアを上げた井上選手が強烈なパンチを叩き込んでいき追い込んでいきますが、タパレス選手も左ボディから反撃、第4ラウンドは序盤から井上選手がコンビネーションから攻め込みますが、タパレス選手も反撃、井上選手は強烈な左ボディを打ち込み、タパレス選手にダメージに与えていくと左フックを効かせて、そこからのラッシュでダウンを奪います。第5ラウンドは井上選手が決めに行ったように見えましたが、タパレスも反撃、第6、7、8、9ラウンドは後ろに重心をかけながら戦うタパレスに、井上選手は飛び込みながらパンチを放ちますが決定打を打ち切れず、それでも第10ラウンド勝負をかけ前に出てきたタパレス選手に対して強烈な右ストレートをテンプルに炸裂させリングに沈めます。井上選手は勝利者インタビュー、まず対戦を受けてくれたタパレス選手に感謝したい、1年前に1つ挙げて4本のベルトを集めることができたのも応援のおかげ、もっと強い姿見せられるように精進していきたいと充実した表情で語り、非常にタフで強い選手でした。戦前予想していた通りの選手、そういう選手に勝つことができた、自分がやってきたことが証明されてホッとしてます、リードしているのは感覚的に分かっていた、でもポーカーフェイスで聞いてる様子がなく耐えていたので、崩れ落ちた時はびっくりした、蓄積させていたので相当ダメージあったのかなと、と振り返りました。井上尚弥選手は史上2人目となる2階級での主要4団体王座統一を果たしましたが、次戦の相手に浮上しているのは前 WBA スーパー
IBF 世界同級王者ムロジョン・アフマダリエフ選手とボクシングの世界2階級制覇王者で WBC スーパーバンタム級1位の悪童ルイス・ネリ選手のどちらかと言われています。アフマダリエフ選手は今月4月のタパレス戦以来の再起戦を飾りました。17日に米グレンデールで開催されたケビン・ゴンサレスとの WBA 世界同級挑戦者決定戦に臨み、6回に2度、9回にもダウンを奪って攻め込んだところでレフェリーストップによる8回 TKO 勝ち、昨年6月に左拳を骨折した影響もないようで4月にタパレスに判定負けしてからの再起にも成功しました。タパレスに1対2の僅差判定負けでプロ初黒星を喫していたアフマダリエフは、前の試合で私は勝ったと思っていた、自分のもの、世界王座を取り戻しに来たと井上タパレス戦の勝者を待ち構えている発言を行っています。そうした中でルイス・ネリのプロモーターを務めるフェルナンド・ベルトラン氏が統一王者との対戦が来年5月に予定されていると語っています。日本でドーピング検査陽性や体重超過など数々の問題行動を起こし悪童と呼ばれているネリは WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥選手と WBA&IBF 同級王者のマーロン・タパレス選手が激突する4団体統一戦勝者の指名挑戦者に命じられています。専門メディアボクシングシーンによると、ベルトラン氏は井上が良い成績を収めれば5月に対戦することになるだろうと早くも試合日程を定めた上で、正直に言うと私はこの戦いに自信を持っている、とても良い戦いだ、私はネリが最高のファイターであると心から信じている、井上はネリを待つだろうしネリが試合に勝つと信じていると語ったといいます。同メディアはベルトラン氏は井上の共同プロモーターであり、トップランク者と数十年にわたる関係があり、潜在的な取引を比較的容易に成立させられることを考慮すべきであるとし、試合は井上が注目されている日本で行われる可能性が高いと指摘しました。ネリは今回の4団体統一戦を日本で生観戦すると報じられている一方で、日本国内での活動について無期限禁止処分を受けています。大橋会長はネリの来日について知らないと語っていましたが、ベルト統一をした井上選手はネリと対戦することになるのでしょうか。今後の動向には注目です。いかがでしたか。今回は試合の流れを詳しくご紹介していくとともに、井上選手の次戦の相手についてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。